ははい、えー、こんにちはレトスののです本日は早速問題に入っていきます、えー、主たる債務者は弁済の視力がありかつ執行が容易である場合連帯保証人は債権者からの履行請求について主たる債務者から先に履行するよう債権者に主張することができるルか×かという問題です 考えたい方は動画一旦ストップしていただいてこの動画の下の概要欄から問題文ご確認くださいで答えは×え罰ですね連帯保証人なのでこのような主張はできません検索の抗弁権はないということですね今回の問題は検索の抗弁権についての問題です検索の抗弁権ってどういったものかっていうと簡単に言えば先に主たる債務者の財産からお金を回収してくださいと言える権利なんですね で、この権利を主張するためには2つ要件があって1つ目が主たる債務者に弁済の主力があることつまり、まあ、財産があるということですね主たる債務者に財産があるということもう1つが執行が容易であることつまり、まあ、簡単に回収できることこの2つが要件とされていますでこの検索の公弁権っていうのは普通保証人は持っている権利なんですが連帯保証人は持っていないんですね つまり、本文のように、連帯保証人は、主たる債務者から先に履行するよう、債権者に主張することはできません。したがって、誤りになるということです。短期講座では、イメージしやすいように、具体例を用いて解説していますので、短期講座の受講者様は、受講者専用のメルマガから内容をご確認ください。で短期講座については、この動画の下の概要欄に URL 貼っておきますので、ぜひご確認いただければと思います。で、問い2ですね。 宅建業者 A 社の代表取締役が道路交通法違反により罰金の刑に処せられたとしても A 社の免許は取り消されることはない。丸かツかという問題です。答えは A 社の免許は取り消されることはありませんので丸ですね。宅建業者 A 社の代表取締役が道路交通法違反により罰金刑に処せられたとしても A 社の免許は取り消されません。 道路交通法違反で罰金ってどんな場合かっていうと、例えばスピード違反とかをして罰金刑を受けた場合ですね。社長がスピード違反して罰金刑になったとしても、宅検業の免許取り消しにはならないんですね。なので、今回の問題は丸だということです。まあ、これは覚える学習をしている方でも解ける問題ですね。つまりもう単に覚えちゃうと。これ過去問の問題なんで、もう過去問何度もやっていて、この問題知ってるって方は、これ解けると思います。 ただ、覚える学習では複雑な問題になると解けなくなるんですね。で、重要なことは考え方を理解する。これなんですよ。これが分かれば免許の基準の問題っていうのは難しい問題が出題されたとしても1点ゲットできるんですよね。なので、この免許の基準が出たら、あ、これはもう1点ゲットなんだっていう感覚なんですよ。なので、この考え方、これをちゃんと押さえておかないといけないんですね。 で、この考え方については、短期講座でお伝えする流れになりますので、ご了承いただければと思います。では、問いさんです。都市施設は適切な規模で必要な位置に配置することにより、円滑の都市活動を確保し、良好な都市環境を保持するよう定めることとされており、都市計画区域外には定めることができない。丸か×かと。これ×ですね。都市施設は都市計画区域外でも定めることができます。で、 え都市施設っていうのは道路とか下水道とか公園とかなんですね。で都市計画区域外っていうのは、まあ、イメージとしてはちょっともう町から離れた、まあ、山っていうイメージかな。まあ、山奥までは行かないけども山があるようなところです。あんまり人が住んでいないようなところですねで。そういったところでも道路ってありますよね。ってことは都市施設あるって話なんですよ。ってことはこの問題文が誤りって分かりますよね。 都市施設は都市計画区域外に定めることができないってなってくるとこれ都市計画区域外には道路を作れないってことになっちゃいますよね、まあ、それは誤りってことわかりますよね、まあ、このようにイメージしながら勉強していったら都市計画法もそれほど難しくありませんのでイメージしながら勉強していきましょうそして最後に弊社レトスは現在短期集中実講講座を開講しておりますこれまで勉強してきたけども実力がつかないどうやって勉強したらいいのかがわからない試験日までの計画が立てられない わからない部分について質問がしたい。忙しくて時間がないけど、今年絶対合格したい。もしそう思っているのであれば、短期集中実用カップ講座であれば、今お話しした5つの課題、すべて解決することができます。無理なく、無駄なく、効率的に勉強していくのが短期集中実用カップ講座です。一緒に勉強して合格を目指しましょう。あなたの受講をお待ちしております。 短期集中実力アップ講座はこの動画の下の概要欄に URL 貼っておきますんでぜひご確認くださいあなたの受講をお待ちしております